衝撃の再婚発表。羽生結弦の決意。紀平梨花と羽生結弦、まさかの再婚。世界選手権超えの緊張感。フィギュアスケート界のレジェンド、羽生結弦さんと紀平梨花さんの再婚発表が、世界中に衝撃を与えました。2024年、突然の発表に、ファンは驚きを隠せない様子。一体、どんな結婚生活が待っているのでしょうか？羽生結弦さんは2024年の北京オリンピック後現役引退を発表し、その後はプロスケーターとして活躍していました。一方、紀平梨花さんは2024年世界選手権で銅メダルを獲得した後、競技から引退しています。二人は幼少期からの知り合いで、長年お互いを尊敬し合ってきた仲だったそうです。結婚の報告は羽生結弦さんの公式ホームページと SNS で行われ、ファンからは祝福の声が至るしました。しかし、一部では世界選手権より緊張したという声も。再婚発表の記者会見では、緊張した面持ちで話していた羽生結弦さん。その姿を見たファンからは、結婚発表よりも緊張しているように見える、世界選手権よりもプレッシャーを感じているのではといった声が上がっています。一体なぜ羽生結弦さんは世界選手権よりも再婚発表に緊張していたのでしょうか？さまざまな憶測が飛び交う中、気になるのは再婚の理由です。二人はなぜ再婚を決めたのでしょうか？結婚の報告では具体的な理由は明かされていません。しかし、二人が長年お互いを支え合い尊敬し合ってきた関係であることから、自然な流れでの結婚だったと考えられます。また2人とも競技を引退したばかりで、新たな人生を歩み始めるタイミングだったことも結婚を決めた要因の一つかもしれません。今後の2人の活躍に期待したいですね。ネットの反応、まさか結婚するとは、衝撃すぎる、2人とも本当に素敵なカップル、羽生結弦さんの緊張感が伝わってきた、世界選手権よりも緊張したって本当？今後の2人の活躍が楽しみ。まとめ、羽生結弦さんと紀平梨花さんの再婚発表は世界中に衝撃を与えました。2人は長年お互いを尊敬し合ってきた仲だったそうです。羽生結弦再婚の真相、愛の奇跡、衝撃告白。羽生結弦再婚の真相、愛の奇跡、衝撃告白。フィギュアスケート界のレジェンド羽生結弦、釣り選手の再婚報道が大きな話題となっています。その相手はなんと、あの荒川静香さん。2人の結婚はスポーツ界のみならず、多くのファンを驚かせました。しかし、2人の結婚は決して順風満帆ではありませんでした。実は羽生選手は過去に一度結婚の危機を迎えていたのです。その原因は、羽生選手の競技への情熱と結婚への覚悟の狭間で揺れ動いた葛藤でした。羽生選手は幼い頃からフィギュアスケートに打ち込み、数々の栄光を手にしました。しかし、その一方で彼は結婚という人生の大きな決断に踏み出すことをためらっていました。結婚は僕にとってスケートと同じくらい大切なもの、でもスケートに集中するためには結婚は、羽生選手はそう語るように、結婚とスケートの両立に苦悩していました。そんな羽生選手を支え続けたのが荒川静香さんでした。荒川さんは羽生選手のスケートへの情熱を理解し、彼の夢を叶えるために献身的にサポートしてきました。そしてついに羽生選手は結婚を決意します。荒川さんとの結婚は羽生選手にとって新たなスタートとなりました。結婚によって羽生選手はスケートに集中することができ、さらに高いレベルで競技を続けることができるようになりました。羽生選手の再婚は多くのファンにとって喜びと感動を与えました。彼の結婚は多くの人の心を打つ愛と夢の物語であると言えるでしょう。荒川静香が疑問の声、羽生選手は結婚によってスケートに集中できるようになったのでしょうか？荒川さんは
結婚後、羽生選手の様子についてこのように語っています。彼は以前よりも穏やかな表情をしています。結婚によって彼は心の安定を得ることができたようです。彼はスケートに集中できる環境を得ることができたのでしょう。荒川さんの言葉は、羽生選手の結婚が彼にとってポジティブな影響を与えたことを示唆しています。羽生選手は結婚によってスケートに集中できる環境を得ることができたようです。そしてその結果、彼はさらなる高みを目指せるようになったのかもしれません。羽生選手はこれからもスケート界の頂点を目指し輝き続けることでしょう。高橋大輔が疑問の声。羽生結弦のマネージャーとは？高橋大輔が疑問の声。羽生結弦のマネージャーは一体誰なのか？2024年フィギュアスケート界のレジェンド羽生結弦選手のマネージャーについて、高橋大輔氏が疑問の声を上げたことが話題となっています。一体羽生結弦選手のマネージャーは誰なのでしょうか？そしてなぜ高橋大輔氏は疑問を感じたのでしょうか？今回は羽生結弦選手のマネージャーの謎に迫り、その真相を探ります。羽生結弦選手は2014年ソチオリンピック、2023年平昭オリンピックで金メダルを獲得した日本を代表するフィギュアスケート選手です。彼の華麗な演技と卓越した技術は世界中の人々を魅了し、数々の記録を打ち立ててきました。しかしそんな羽生結弦選手のマネージャーについてはこれまであまり公表されていませんでした。そのため高橋大輔氏も一体誰がマネージャーをしているのかと疑問を抱いたようです。実は羽生結弦選手のマネージャーは彼の所属事務所である A プラスの代表役であるレイレイ氏です。レイレイ氏は羽生結弦選手がジュニア時代から彼の活動を支え、その才能を見抜いてきた人物です。レイレイ氏は羽生結弦選手のスケートに対する情熱、そして彼の将来の可能性を高く評価し、彼の活動を全面的にサポートしてきました。彼は羽生結弦選手のスケート技術はもちろん、彼のメンタル面についても深く理解し、常に彼の支えとなってきたのです。高橋大輔氏が疑問を感じたのは、羽生結弦選手のマネージャーがこれまであまり表舞台に現れてこなかったからです。しかしレイレイ氏は羽生結弦選手が自分のスケートに集中できるよう裏方で活動を支えてきたのです。羽生結弦選手はインタビューなどでレイレイ氏には本当に感謝していると語っており、彼のマネージャーであるレイレイ氏の存在は羽生結弦選手にとって非常に重要なものであることがわかります。今回の高橋大輔氏の疑問の声によって、羽生結弦選手のマネージャーであるレイレイ氏の存在が改めて注目を集めました。羽生結弦再婚へ、愛の軌跡ついに完結。羽生結弦再婚へ、世界選手権よりも難しい、愛の軌跡ついに完結。2024フィギュアスケート界のレジェンド羽生結弦選手の再婚がついに発表されました。2024年世界中が注目する中、彼が選んだのはなんとあの村主明枝さん。世界選手権よりも難しいとまで言われた二人の愛の軌跡を紐解きます。2014年ソチオリンピックで金メダルを獲得した羽生選手は、その輝かしい功績の裏で孤独と戦い苦悩していました。そんな彼を支えたのが元フィギュアスケート選手の村主明枝さんでした。二人は共通の趣味であるスケートを通じて出会い、互いに理解し合っていくうちに特別な絆で結ばれていきました。しかし二人の関係は決して順風満帆ではありませんでした。村主さんは羽生選手よりも年上で、すでに結婚経験もありました。世間からの厳しい視線、そして二人の年齢差による周囲の反対など、乗り越えなければならない壁は数多く存在しました。それでも二人は互いを信じ、愛を育み続けました。羽生選手は村主さんの温かい励ましによって再び氷上に戻り、数々の輝かしい成績を残しました。
村主さんも羽生選手の夢を叶えるために献身的にサポートを続けました。そして2024年、2人の愛はついに実を結びました。羽生選手は自身の公式ホームページで再婚を発表し、世界中を驚かせました。世界選手権よりも難しいとまで言われた2人の愛の軌跡は、多くの人の心を打つ感動的な物語です。結婚発表後、2人のもとには祝福の声が多数寄せられました。2人の愛は本当に感動的です。これからもずっとお幸せに、など多くのファンから温かいメッセージが届いています。羽生結弦選手と村主彰枝さんの再婚は、フィギュアスケート界だけでなく社会全体に大きな喜びと希望を与えました。羽生結弦の衝撃発言。マネージャー樋口新葉が語る羽生結弦の衝撃発言。マネージャー樋口新葉が語る引退の裏側と今後の夢。2024年、フィギュアスケート界の伝説羽生結弦が衝撃の引退を発表しました。その裏にはマネージャーである樋口新葉の言葉が大きく影響していたという噂が。今回の動画では樋口新葉が語る羽生結弦の引退理由や今後の夢について、貴重なインタビュー映像を交えながら詳しく解説していきます。羽生結弦がなぜ引退を決断したのか、その真相に迫ります。もう限界だと思ったんだと思います。樋口新葉は羽生結弦の言葉から彼の心の内側を察知していました。彼は常に完璧を求め、限界に挑戦し続けるアスリートでした。しかしその努力は彼自身の体にも大きな負担をかけていました。年齢を重ねるにつれて体は限界を迎え、彼は苦悩するようになりました。そしてついに彼は自分の限界を受け入れ、引退という決断に至ったのです。樋口新葉は羽生結弦の引退を一つの区切りではなく新たなスタートだと考えています。彼はこれから新たな夢に向かって歩き出すでしょう。それはスケートを通じて世界の人々に感動を与え続けることです。羽生結弦は引退後もスケートと関わり続け、新たな形で世界に貢献していくことを決意しています。私は彼の決意を信じ、これからも彼をサポートし続けていきたいと思います。樋口新葉の言葉は羽生結弦の未来への希望を告げ、多くのファンを勇気づけています。今回の動画では樋口新葉が語る羽生結弦の引退理由や今後の夢について、貴重なインタビュー映像を交えながら詳しく解説していきます。羽生結弦再婚の真相。世界一が選んだ道。羽生結弦再婚の真相。世界一が選んだ道。フィギュアスケート界のレジェンド羽生結弦選手が再婚を発表しました。世界選手権よりも緊張したという再婚式の裏側、そして結婚に至るまでの長い道のりを町田哲樹さんの言葉を通して紐解きます。2024年、羽生結弦選手はかねてより交際していた一般女性と結婚しました。その結婚報告は世界中を驚かせました。特に衝撃的だったのは、町田哲樹さんが世界選手権よりも緊張したと語った再婚式のエピソードです。一体なぜ羽生結弦選手は世界選手権よりも再婚式を緊張したと感じたのでしょうか。それは羽生結弦選手にとって結婚とは単なる人生のイベントではなく、新たなショーの始まりだったからです。羽生結弦選手はこれまでフィギュアスケートに全てを捧げてきました。数々の栄光を手にし、世界中の人々に感動を与えてきました。しかしその一方で、彼は常に孤独と戦い、プレッシャーに苦しんでいたことも事実です。そんな羽生結弦選手にとって結婚は自分の人生を新たなステージへと導く大きな決断でした。結婚相手は羽生結弦選手の心の支えとなり、彼の進む道を照らしてくれる存在です。彼女との出会いは羽生結弦選手の人生に大きな変化をもたらしました。再婚式は羽生結弦選手にとって新たなショーの始まりを祝う特別なイベントでした。
世界選手権での緊張とは異なる、人生のパートナーと未来を誓うという、特別な緊張感があったのかもしれません。町田哲樹さんの言葉は、羽生結弦選手の再婚に対する深い愛情と、新たな賞への期待を感じさせます。羽生結弦選手の再婚は、単なるニュースではありません。それは、世界一のスケーターが選んだ、人生の新たなステージへの挑戦であり、そして、新たな幸せの始まりです。羽生結弦のマネージャー問題。高橋大輔が衝撃発言。羽生結弦のマネージャー問題。高橋大輔が衝撃発言。今後のフィギュアスケート界に影響を？高橋大輔氏が、羽生結弦選手のマネージャーに関する問題について、自身の考えを語ったことが話題になっています。2024年、羽生結弦選手のマネージャー交代劇は、フィギュアスケート界に大きな衝撃を与えました。高橋大輔氏は、この問題について、自身の経験を踏まえながら、率直な意見を述べています。高橋大輔氏は、現役時代に所属していた事務所との契約問題で、多くの苦悩を経験してきました。その経験から、羽生結弦選手のマネージャー問題について、深く理解している様子が伺えます。高橋大輔氏は、自身の経験を踏まえ、アスリートは、競技に集中できる環境が不可欠と訴えかけます。マネージャーは、アスリートにとって、競技以外の部分をサポートする重要な役割を担っています。しかし、マネージャーとの関係が悪化してしまうと、アスリートの競技力に悪影響を及ぼす可能性もあります。高橋大輔氏は、羽生結弦選手が、マネージャー交代によって、競技に集中できる環境を維持できるのか、懸念を表明しています。羽生結弦選手は、2024年にプロ転向後、自身のマネージャーを交代しました。この交代劇は、一部メディアで大きく取り上げられ、多くのファンを驚かせました。高橋大輔氏は、自身の経験から、マネージャー交代がアスリートに与える影響について、深い洞察を持っていると考えられます。高橋大輔氏のコメントは、多くのファンにとって、貴重な情報源になるでしょう。羽生結弦選手が、今後どのように活躍していくのか、注目が集まります。ネット上では、高橋大輔氏のコメントについて、様々な意見が飛び交っています。高橋大輔さんのコメントは、すごく共感できる、羽生結弦選手のマネージャー問題、本当に心配、アスリートは、競技に集中、できる環境が大切など、多くの声が寄せられています。高橋大輔氏のコメントは、フィギュアスケート界に、大きな影響を与える可能性があります。羽生結弦再婚の真実。愛の奇跡。2024年、羽生結弦再婚の真実。愛の奇跡。2024年、羽生結弦さんの再婚の噂が飛び交い、ファンの間では大きな話題となっています。2024年、彼が結婚するのは本当なのでしょうか？それとも単なる噂なのでしょうか？今回は、羽生結弦さんの再婚に関する噂の真相に迫り、彼のこれまでの人生を振り返りながら、愛の軌跡を追っていきます。羽生結弦さんの結婚に関する噂。2024年に入り、羽生結弦さんの再婚に関する噂がネット上で広がり始めました。具体的な相手の名前こそ明かされていませんが、彼の周囲の人物との関係や、彼が過去に語っていた結婚観などから、様々な憶測が飛び交っています。一部では彼がすでに結婚しているとの情報も流れており、ファンは驚きと同時に喜びの声を上げています。しかし一方で、真偽不明の情報に惑わされないよう冷静な判断をする必要があるとも指摘されています。羽生結弦さんの結婚観。羽生結弦さんは過去にインタビューで結婚について以下のように語っていました。結婚は人生における大きな決断です。相手との信頼関係が何よりも大切だと思います。そしてお互いに尊重し合い、支え合える関係でなければ結婚は成り立ちません。彼の言葉からは、結婚に対する真摯な姿勢と相手への深い愛情を感じることができます。羽生結弦さんのこれまでの人生。羽生結弦さんは幼少期からフィギュアスケートに打ち込み、
数々の輝かしい成績を残してきました。2014年ソチオリンピックでは日本男子初の金メダルを獲得し、世界中から称賛されました。しかし彼の道のりは決して平坦ではありませんでした。怪我や病気、そしてプレッシャーとの戦いなど多くの困難を乗り越えてきました。それでも彼は常に前向きな姿勢を貫き努力を続けました。その姿は多くの人々に勇気を与え希望を与えてきました。羽生結弦さんの今後の活動。羽生結弦さんは現役引退後も様々な分野で活躍しています。フィギュアスケートの普及活動や講演会などを通して自身の経験を後世に伝え続けています。またアイスショーに出演するなど観客を魅了するパフォーマンスを披露しています。彼の今後の活動に注目が集まる一方で、プライベートな部分については依然として謎に包まれています。まとめ、羽生結弦さんの再婚の噂は依然として真相は不明です。しかし彼の過去の発言や行動から結婚に対する真摯な姿勢を感じることができます。彼の今後の活躍はもちろん、プライベートな部分についても引き続き注目していきたいと思います。ネットの感想、羽生さんの結婚は本当かな？すごく気になる。相手は誰だろう？素敵な女性と結婚してほしい。羽生さんの結婚はファンにとって嬉しいニュースだね。プライベートなことは本人が発表するまで待つしかないよね。これからも羽生さんの活躍を期待しています。羽生結弦さんの再婚に関する今後の展開。羽生結弦さんの再婚の噂は今後の展開に注目が集まっています。もし彼が結婚することになれば、相手は誰なのか、結婚の時期はいつなのかなど多くの疑問が浮上するでしょう。彼のファンだけでなく世界中の人々が彼の結婚の真相を待ち望んでいます。羽生結弦さんの結婚に関する考察。羽生結弦さんの再婚に関する噂は彼のプライベートな部分に関する関心の高さを物語っています。彼はフィギュアスケート選手としてだけでなく一人の人間としても多くの人々に愛されています。彼の結婚に関する噂は彼がこれまでの人生で築き上げてきた人気と影響力の大きさを改めて示しています。羽生結弦さんの結婚に関する願い。羽生結弦さんはフィギュアスケート選手として輝かしい功績を残してきました。彼の結婚は彼の人生における新たなショーの始まりとなるでしょう。多くの人は彼が幸せな結婚生活を送ることを願っています。羽生結弦さんの結婚に関するまとめ。羽生結弦さんの再婚の噂は彼のファンだけでなく多くの人々に衝撃を与えました。彼の結婚に関する真相はまだ明らかになっていません。しかし彼の過去の発言や行動から結婚に対する真摯な姿勢を感じることができます。羽生結弦の秘密。マネージャーの真実。羽生結弦を支える影の立役者、荒川静香が語るマネージャーの仕事とは。フィギュアスケート界のレジェンド羽生結弦、彼の輝かしい活躍の裏には常に献身的にサポートするマネージャーの存在があります。2024年、羽生結弦は新たな挑戦に向けてマネージャーと共に歩みを進めています。今回は羽生結弦のマネージャーに焦点を当て、その役割や重要性について解説していきます。特に元フィギュアスケート選手の荒川静香さんが語るマネージャーの仕事内容や羽生結弦とマネージャーの関係性、マネージャーが抱える苦労など貴重な証言を交えながら、これまであまり知られていなかったマネージャーの仕事の裏側を紹介します。羽生結弦のマネージャーは単なるスケジュール管理や広報活動を行う存在ではありません。アスリートの成長を支え、競技生活をサポートする重要な役割を担っています。マネージャーの役割とは。羽生結弦のマネージャーは彼の競技生活を円滑に進めるために様々な業務を担っています。スケジュール管理、練習や試合、イベントなどのスケジュール調整、広報活動、メディア対応、スポンサー交渉、契約交渉、
競技に関する契約やスポンサー契約などの交渉、旅行の手配、試合やイベントへの移動、宿泊の手配、資金管理、競技費用や生活費の管理、メンタルケア、アスリートの心のケア、サポート、これらの業務は一見簡単そうに見えますが、実際には非常に複雑で高い専門知識と経験が必要です。特にアスリートの精神的な部分を理解し適切なサポートをすることはマネージャーにとって最も重要な役割の一つです。荒川静香が語るマネージャーの仕事。元フィギュアスケート選手の荒川静香さんは自身の経験を踏まえ、羽生結弦のマネージャーの仕事について以下のように語っています。マネージャーはアスリートにとってまるで家族のような存在です。常に寄り添い支え、時には厳しい言葉をかけながらアスリートの成長をサポートする役割を担っています。荒川静香さんは、マネージャーはアスリートの夢を叶えるために陰ながら献身的にサポートする重要な存在であると強調しています。羽生結弦とマネージャーの関係性。羽生結弦とマネージャーの関係は非常に良好であるとされています。羽生結弦はマネージャーを信頼し多くのことを相談しているそうです。マネージャーも羽生結弦の才能を高く評価し、彼の成長を心から願っています。マネージャーが抱える苦労。マネージャーはアスリートをサポートする一方で様々な苦労も抱えています。責任の重さ、アスリートの競技生活を左右する責任の重さは計り知れません。時間的な制約、常にアスリートのスケジュールに合わせ多忙な日々を送る必要があります。精神的な負担、アスリートの成績や怪我など常に精神的な負担を抱えています。しかしマネージャーはこれらの苦労を乗り越え、アスリートの夢を叶えるために日々努力を続けています。羽生結弦の今後の挑戦。羽生結弦は2024年新たな挑戦に向けてマネージャーと共に歩みを進めています。プロスケーターとしての活動、プロスケーターとして世界中を舞台に活躍する予定です。アイスショーの企画・制作、独自のアイスショーを企画・制作し観客を魅了する予定です。後進の育成、フィギュアスケートの普及と後進の育成にも積極的に取り組む予定です。羽生結弦はマネージャーと共に新たな夢に向かって挑戦を続けていくことでしょう。まとめ、羽生結弦のマネージャーは彼の競技生活を支える重要な存在です。マネージャーはスケジュール管理、広報活動、契約交渉、旅行の手配、資金管理、メンタルケアなど様々な業務を担っています。